輝け未来。この3つの記事、制作したのはなんと高校生。その名も発信小林高校生記者クラブ。情報発信は誰でもできる時代ですので、高校生にも若い感性で町のことを調べて PR してもらおうと思って始めました。自ら取材し記事を書くことで地元の良さを再認識し、多くの知識や技術を学んでいきます。普段の高校生活では体験できないことができてとても楽しいです。クラブ独自の SNS の解説を目指してこれからも頑張っていきます。高校生記者クラブ、今日も街を駆け回り小林の魅力を発信していきます。約束にまっすぐ県民共済。